ッシュ。覚えがあると思うんだけど、うん、やっぱりまた思い出せないな。ミラージュを連れし大人、あなた方はこの世界のものではありませんね。あ、認めて隠れ忘れたです。まあ俺らも小さくなり忘れてるけど。あなたは？それにその杖の。私はユーナ。あなたたちは新しい見つかいたちですか。この世界にこれ以上の混乱はいりません。この世界より去りなさい、災いなす者たちよ。てか、なんで彼女はあんなに怒ってるの？ちょっとさ、彼女に何したのよ。俺なの？何したの？
なもんだな。まさかその力はファーナルース様と同じミラージュ使いの力？一体あなたたちは？え？ファーナルースって、それって母さん？そうだよ、お母さんの名前だよ。あの私たちのお母さんのこと知っているんですか？こちらに来てください。母さんがしてたのと同じだ。え？じゃあこれって？そっか、だからあの杖どこかで見たことある気がして。今から100年ほど前にこの世界を救った異界よりのセイバー、ファーナルース様です。え？母さんが？でも100年前。どういうことだよ、母さんがセイバーだって？この石板の人がそうだって言うのかよ。あの、ファーナルース様を母と呼ぶあなた方は一体何者なのですか？それは記憶が。そうでしたか。その石板のファーナルース様について知ってることを何でもいいので聞かせてください。すみません、私もこの世界のものなら誰でも知ってる伝説としてしか。はい、それでも結構です。今から100年ほど前、このグリモアルが大宮の悪魔と呼ばれる存在に滅ぼされようとした時、クゼの道と言われるアルテマゲートを作り出し、神の国より3人の見つかりを呼び出して世界を救ったセイバー、それがファーナルース様です。いかにも神話って感じの話だな。神の国と道をつなげ世界を救うなんてすごい人なのです。そうですね。しかし世界は大宮の悪魔からは救われましたが、その後3人の見つかりはこの世界に残りました。その一人がバハムート王ブレンディレス。バハムートってコーネリアを襲ってきた連邦の軍？はい、ブレンディレスと他の見つかりは世界救世後突然増えたミラージュを使い、ゆっくりと世界中の国を手中に収め連邦王国を作っていったんです。突然増えたミラージュって、まさか私たちが失ったミラージュと関係ないわよね？そりゃそうだろ、だって100年前の話なんだろ。エナクロが言ってたよ、私たちがいたナインウッズヒルは時すらない世界だってね。タマ、はい、なのです。あそこは時の概念が他の世界とちょっとというかだいぶ違うのです。なので2人がどれくらいあそこにいたのかはさっぱりわからないのです。マジかよ。あの、そのファーナルース様は見つかりたちを呼び出した後どうなったのですか？はっきりとは伝わっていません。見つかりを呼び出した時に命を落としたという話や、中には未だ彼らの居城に幽閉されている、そんな話もあります。幽閉？おい、その居城ってのはどこにあるんだ？居城の場所は私も知りません。見つかりの、いえ、ブレンディレスの居城は誰もバハムート軍の人間すら知らないと聞きます。はあ？誰も知らないってどういうことだよ。落ち着くラン。そもそも100年前の、それも石板に書かれるような伝説の話だよ。名前が同じだけで母さんが関係してるのかどうかは分かってないでしょ。いや、まあそうだけど、姉ちゃん本当に関係ないって思うのかよ。大体さ、母さんの名前とか思い出してることとか私たちの記憶がどれだけ信用できるの？で、
ランに行ってもしょうがないか。なんだよ姉ちゃん。なんでもない。バハムート軍のことでしたら連邦の加盟国で話を聞いた方が情報が集まると思います。この先にあるサロニアも最近連邦に加盟したと聞いています。え？マジで？それって俺たちが行こうとしてるところじゃね？セイラさんたち知らなかったんだ。まあでもこのまま行くしかないか。そうね。このままツインエスのこと聞かないで戻っても何のお使いもできてないってことだしね。ちょっと興奮しちゃって悪かった。なんかいろいろ教えてくれてありがとな。いえ、私も新しい見つかりと疑いいきなり襲ってしまってすみませんでした。サロニアに行くには非属性の魔法を使えるミラージュがいると道中が楽。新たなセイバーにより始まりし、それは誰のクゼなのか。クゼなどいらぬ。幻影か。まあしかしこれの方が性に合っている。待つのは疲れた。